私に逆らうつもりか？殺されたいのか？か、表側で。システムに逆らったら、暮らしが成り立ちませんよ。か、裏側のシステム。前者は、経済的な苦境に陥るが、権力構造は意外と堅牢に維持されてしまう。そしてアインシュタインの相対性理論、それも結論で前者ではあり、最後に原爆を使用した結果として現状の勝者では、ある。黄昏の狩人派、マスターが全てを養うような夢を見せてしまい、ヒットラーは、労働すれば富が得られる、とか、アウシュビッツ収容所に、標語として掲げてしまった。人力発電機への、何かの動線はどうにも根本的に否定されたまま、経済は再び破綻しつつある。日本の借金は増え続ける。創作者の夢は、秘訣的には、男女の性愛、そこに対して価値を求め、そして自身で否定しつつ自由を探す。